ですか、うつけさん初だね、登場、一組目の小牧築城アイドルさんに続き初登場の、まあ、これまた二人組の、なるほど、はい、では早速参りましょう、うん、舞踏ユニット暁のお二人です、どうぞどうぞ。To
タイミング難しいな。おります。なるほどね、たけし。そういうところ大事なことなので2回ジャイアンって言われます。ゴーダ、はい、ゴーダたけし君です。ゴーダたけしで言ったら違う人出ちゃうからやらない。そうですね、そうか、神田たけしで覚えてほしいですね。そうだね、そうだね。まあ、終わりにもね、出ていただいて、またな気になった方はね、直接また聞いていただいてね、はい、ぜひお名前書き留めて一目でね。あとは何か、あとそうですね、昔は二人ともアクションをやっていたんですけれども、なるほど、ね、今年から日本舞踊をやっておりまして、はい、そちらの日本舞踊のリサイタルなど公演などもございますので、ぜひぜひそちらも見に来てください。ちなみに一番近々の予定は何か。近々の予定ですと、うん、舞踏ユニット暁だと、うん、来月12月の1日1日、はい、日曜かな、はい、3日おむしか、スケジュールは把握した。おうじゃない、おうじゃない、12月の3日3日ね、138タワーパークで行われますダンスショーに出演させていただきます。1日や、あの変わった形のね。あ、そうです。なるほどなるほど、あそこでやるの。あそこで、はい、やらせていただきます。12月3日、はい、あとは123四月三日でしょ。おお。なかなか受け取れない。彼女はね、ウッピードだと呼んだって。もうね、キリキリとしたキレッキレの舞を見せてくれたのね。喋るとそういう感じなんだね。親しみ湧いていいね、みんなね、本当に。じゃあ次に変えてもいいですか。いい、もういい、ごめん、悪かったら違う、いい、そのままでいい。多分キャラ振り返って、もう最終的にそこに戻ってくる。おー、違う、違う、違う、いい、止まりせん方がいい。なるほどね、じゃあ、まあ、せっかくだから最後にみんなに一言ずつ。うん、はい、聞いてた。じゃあやん。ですね、あ、ごめんなさい、僕たちはですね、武将隊でもなければ、はい、武将でもないので、はい、個人名で、個人名しかも、先々月結成されたばかりなので、ほやほや隊ということで、ほやほや隊、みんなそうやって思って帰る。最近はほやほや隊が言いたくて仕方ないだけなんですけど、赤月さんね、ほやほや隊、赤月さん、はい、ぜひ覚えてください。はい、じゃあ最後ビシッと締めて、ビシッとビシッと、はい、個人的なんですけれども、11月19日犬山のですね、ラジオ局があります犬山町の放送室、あちら11月の19日火曜日朝9時からお昼12時まで出演させていただきますので、ユーストリームでも全国配信されております。ぜひぜひ